演じている中の人が祝っていないや、書いている人も祝っていないなどありますか。こちらをやっていきましょう。ランプちゃん生誕祭2022。イベント内容が高額すぎるとありましたら、アンケートか公式の要望に暴言でも良いので投げておきましょう。イプリルフールの時同様、称号は無償で獲得できるもの。今回は優勝でだいぶ高額なものになってしまっているので、自分に合ったものを選択することをお勧めしますよ。課金称号も12000円からとお高めになっています。僕は課金称号付きで引かせてもらいますよ。では10連引かせていただきましょう。何でしょうか。こういうこともありますよ。ツバメちゃんのかぶりです。ありがとうございます。こういうケースもあるんですね。結果はこんな感じでした。めっちゃくちゃいい当たりでしたね。何気に星4以上も3枚以上ありましたよ。ではこちら引かせていただきましょう。チケットですね。これ今回はなんと5枚です。そしてこちらですね、称号と交換できるやつですね、メダルです。こちら欲しい方は獲得してみてくださいね。これももうちょっと安価にいけるといいんですけどね。するとこんな感じに変化します。あ、これノーマルの方です。こっちが成功法ですよね。ランプちゃんですね。こちらを引いていきましょう。こちらは選択式です。あ、七夕のやつが持ってなかったんですね。でも僕はですね、実は僕のこのクロスランプちゃんですね、力のみフルに振ってあります。まあ、せっかくなんでこれ強化させていただきましょう。こちらですね、まずはワンキャラ目です。一突させていただきましょう。よし、てな感じですね。まずは1突目です。ではラス1引かせていただきましょう。よし、これで完成ですね。こちらが完成品になります。よし、アビリティをフルに乗せた状態だとどうなるんでしょう。見てみましょう。お、アタックが5600超えてます。この火力は何か機会があれば試してみたいですね。前回のエイプリルフールの時の補足、こんな感じで追加されてますね。こちらですね、クレアの次回も頑張ります。これが確か無償分だったかなですね。で、課金称号、こちらですね。うまくできましたですね。こういうのも復刻やってくれると本当はいいんですけどね。できるだけ安価な感じで復刻してほしいですね。で、今週もゆるキャンの2期の再放送ですね。あと街角魔族の2期ですね。こちらもよろしくお願いします。